なんだっけ。はい、東京は梅雨明けしました、うん、オーストリッチだっけ。雨、今年クーラーない。オーストリッチの何かわかりますか。あー、アメちゃん、アメマ、アメ、だと、メシウマ、わら。アメ、さん、この暑さの中自転車、です。お疲れ様です。あちゃー、本人いた、わら、まこつ、アメだから、雨天中止。もうすぐスタート。スタート。自動無料延長を開始します。おはようございます。おはようございます。そりゃ結構。キャーロボさん、来た。雨、結構な雨来た。雨の状況はですね、あの、今こちらの iPhone アプリの雨かしらというアプリを使って見ると分かるんですけど、ちょっと待ってくださいね。あ、そうか、オートフォーカスオンにしなきゃ見えないか。オートフォーカスというよりはマウンテンバイク。満点バイク。おはようございます。あ、今ちょっと強めなんですよ。ご飯おかずに。リンク袋ですか？オーストリッチのマウンテンバイク用軽量型っていう1万以上するやつです。高いんですよ。で、今この状態。真ん中だ。あれ？映像なんで？お？あ、なんか落ちてる落ちてる。なんでなんで？ストップ。やはり雨か。あ、あれですか。スタート。あれです。もしや静止画、真っ暗。第4くらいにランクインしました。これで、あ、また復活した。よくわからん。なんか FMLE が、これ。今現在の状況、これです。で、今から、30分ぐらいで多分抜けると思うんですよ、雨雲。現在地は、あ、これか。で、ちょっと待ってください。こんな感じで、今これあの、これから1時間の予報を見てるんですけど、1時間後この状態です。現在が、これ。今からしばらくこの雨雲通過に、で、抜ける予定が、これだから、9時25分、あと20分か。このアプリはですね、1、2時間かな。雨かしら。雨雲をかわしていこう。かわして、これ見ながらかわしていこうかと思ってます。なぜ雨かしらなんだ、これ。という感じで、どうしようかってとこですね。もう放送も録画も全部諦めれば、雨装備で出ていくことはできるんですけどね。とりあえず上に雨具着とっかな。なぜ雨かしら。そう、諏訪の方は何とか行ってるんで、何があるかわからないけど、とりあえず行ったことない方向に行こうと思って。かしらございます。ちょっと今雨具を羽織ろうかと。あ、今これで鳴りませんでした。また上の人か。おはようございます。ん？ X のアイコン、あれ MDX といって X68000 の MDX ファイルを演奏するためのアプリが最近発表されてたんですよ。誰か作ってたんですよ。じゃあちょっとマイクと読み上げ、私も聞こえなくなるんで、放置になります。ゴアテックスのマグです。ゴアテックス。ゴアテックス。
これ雨に降られると結構寒いんですよ。だから実は指切り手袋しかない状態はちょっと不安なんですよね。そう、雨具です。ゴアテックス、ゴアテックス。これで、何レインウェアで、20分ぐらい雨が通り過ぎるのをここで皆さんと楽しく語らいながら待とうかと思ってます。この中出ていくの嫌なんで。ただ問題、機材がですね、そう、これは定価2万ですから、上着だけで。輪行 愛人が、なぜ愛人が。で、ここは蓼科白樺高原ユースホステルですけど、前来た時となんか違うような気がするんだよな。何がある？朝立ち。キャリアの取り付け。ネット、アプリの名前は雨かしら。雨かしら。本当に雨かしらっていう名前のタイトルなんです。タイトルというかアプリなんですよ。遊びの日ってなんだ？今日は、棚からぼたもちの七夕の日じゃないんですか？で、このネタ2回言ったら寒いな。遊びの日、どっかに表示されてるのか？違うよな。で、キャリアの取り付けはキャノンデルじゃなくて、これはメリダです。ここのところですね、長い両ネジ、頭がないネジを通販で買って、で、両方から、ワッシャーとか、あとザガネとか使って、1センチぐらい、ここに、1センチぐらい、かさ上げしてから、そこの上にキャリアを取り付けて、で、これで超ネジで固定するっていう。見えてますかね、これ。見えた。そうそう、ナットも使って。なので、ちょっと無理やり伸ばしてるんで、うわーちゃ、このスタンドがですね、意外と角度取ってくれないスタンドなんで、ちょっとやるとすぐに倒れてしまう。よいしょ。超ネジ、付け外しが楽だっていうのがあるんですよね。輪行の時にそれが便利なんで、意地でも超ネジ式してるんですよ。ふう、少し良くなってきたかな。荷物、そうですね。フレームにねじりの力がかかっちゃうんで。一泊なんで今日帰ります。遊びに行ってこれのことか。やっと今気がついた。そう、今日は止まらずに帰ります。でもまだ降ってるな。ツーリング車。ツーリングだと一番メジャーなのはロードバイクだと思いますけどね。あとクロスバイク。今時のマウンテンバイクは流行らないんですよ。で、何するんですかって。ちょっと待ってください。今の雨かしらは、これ今現在の状態にリセットできないのかな。こうか。ディスクトラッカー。私はそれ知らないです。どれだけ、欲しいですね。気温は、荷物は積もうと思えば。キャリアの何の方？ ランドナー。まあそうですね。ランドナーが一番特化したやつですね。私はドロップハンドルがどうしても慣れなかったんで、ランドナー系諦めたんですけど。通常何を見せてください？で、もう少し、今ちょっと雨雲のくびれのあたりですね。もうちょいだな。そしたら多分濡れずにいけると思う。で、ふれあい牧場はどうしようかな、これ。さっと見ていくだけにするか。
今日本当は薄い峠越えて横川まで行きたかったんですけど、ん、何が桁外れ、うん、フラットバー、まあそうでしょうね。ああ、でもコンポーネントの付き方で気温は今ちょっと温度計がないんですけど、ん、暗証番号、あ、あと温度計、お、嘘、キャリアの前側はフレームに、いや、さっきと同じ方法で固定してます。内側からネジを出して、でキャリアをかぶせて上から超ネジ止めっていう。見えますか、温度18度って本当か、これ確かに肌寒いけど、ジメジメはそりゃしてますと。涼しいのは涼しいんですけどね、雨降ってたら最悪ですよ。サドル、あ、本当だ、ちょっと左曲がってる。よく気がつきましたね。なんで気がつくんだ、配信の画質で。よっ、ありがとうございます。うわ、あ、高さがずれた、高さがずれた、もうダメだ。こんなもんで一度切ってますね、本当に。おはようございます、どうぞ。こっちは寒いです。なんで、もうちょい、もうちょい。これちょっとなんか5ミリとかずれ始めるともうダメになった気分になりますよね。もう少しかな、もうそろそろ雨雲抜けると思うんですけどね。左大橋、今日もいい付け根サドル、このサドルはなかなか今のところいいです。左曲がり、どうだろう、うん、雨降ってます。僕は完璧防水です。川に投げ捨てても大丈夫なぐらいの防水です。熱中症今のところ大丈夫ですね。プール、標高は、ここは1000はないかな、あるあるある、標高1560メートルでした。昨日標高2000の峠越えて、2100ぐらいの峠越えて、そこから500ぐらい下ってきたのか、うん、傘持ってきてないです、ここにあるけど。でも傘さして自転車は難しいしな。電波状況、そうですね、1560、お、カッコ、どこのスピーカーから鳴った今のカッコ。遠く派から、ん、何装備、カッパ装備って聞こえたけど、これのことですかね。見えるかな、あ、サスベイ、サスベイはなんかそれが合法というかいいかどうかっていう議論がありますよね。 U 字型、で、これ私は今のところいい感じです。しかも安いし、私はそこそこ高いかと思ったら、自転車界では普通これかなり安い方らしいですね。スポーツアラーっていう名前のメーカーのゲルフロー、ジェルフロー、地下洞窟、あ、おはようございます。じゃあそろそろ出る準備するか。これマウンテンバイクは11万弱ですね。前のクロスバイクよりもほんの少し高い。ゲル系です、柔らかいやつです。私はかなり柔らかめじゃないときついですね。で、柔らかい方が逆に密着してしまって痛くなるって人もいます。11万弱ぐらい。もう少し、もう少し、もう一声、もう一声弱くなりませんか。雨どのぐらい降ってるかって見えるかな。あ、でももう大したことないか。いや、まあそこそこ降ってる。もうちょい行ける。うん、今行ってないよ。中古の、あ、そうですよね、薄くて、うん、そうそう、人によりますよね、本当に。クロスバイク、単に前差すがあるかないかと、あとホイールサイズが 700C だとちょっとでかいんですよ。ハンドルを、ですね、ハンドルをこうして、こうだから、あ、おはようございます、ました。これ、ここのところ、これがですね、これ以上ハンドル切ったときに 700C だとつま先当たってたんですよ。前にサスあると街乗りも楽、街乗りが、そうですね、
で、普通そこまでハンドル切るような挙動しないっていう前提だと思うんですけど、私は細かい路地とかいっぱい入っていくときにハンドル急に切るんで当たっちゃうんですよ。なもんで、フロント差すと26インチっていう条件だと今マウンテンバイクになるんですよ。で、最近マウンテンバイクもですね、最近のトレンドは29インチなんで、26インチで前差すのマウンテンバイクって結構選択肢少ないです。メジャーなメーカーの安いラインのマウンテンバイクってあんまりないんですよね。パワー吸収に関して言うと、このレバーで、この レバーで当たらない人やっぱりいるんですかね。で、ロックされます。で、これによって上りの時とかにロスを抑えられるという話なんですけど、私は使ったことないんですよね。何がトレック？って聞こえたけど違ったかな。そう、ロックアウトって言うんでしたっけ、これ。ロックアウト機構。ただこのレバーとこのケーブルが邪魔。ついでに言うと、この前ブレーキのこの油圧のディスクブレーキの油圧のケーブルも長すぎ。で、自転車屋さんに相談したんですけど、これ切り詰めるのはかなり大変なんで、ちょっと最初のその初期調整のレベルだとちょっと難しいっていうんで、何を一度お願いします？サドルがなんとかって。チェックナイフ。そうか、今日みたいな雨の日にこのディスクブレーキの進化が発揮されるんでしたよね。そう、今まだ出られないんで、雨で出ようと思えば出られるけど、配信諦めなきゃいけない。おはようございます。 700C、 いや、人によりますよ。 700C のサイズがつま先当たって嫌だっていう人はめったにいないです。聞いたことないです。何が問題ない？しっかりしろや。まあ、かなりやってもらったんでですね。ですね。今ちょっと雨雲が通過するの待ってるんですよ。もう少ししたら、抜けると思うんで、これで見ながら。ええ。前はもうそんななかったですけどね。で、これは今、インターネットで生放送しながら、これから走っていこうとしてるんですよ。ここにカメラがついてて、この前に出ると映っちゃいますよ。映らないようにしてくださそう、い。なんでこういうふうにして。今ももうすでに。ね、映像と、あと、ここのマイクの音がいってるんで、人が来てるっていうのを分かって、で、パソコンで見てる人が、パソコンでコメントを打ち込むと、ここからコンピューターが読み上げるんですよ。言ってますね、こんにじちゃあはっ会て。話ができるっていうことですか？ね、できるんですよ。そんなこともできるんですね。私こういうの大好き。そうなんですか。ですね、こんな。ろんな技術が。これは何で流してるってことですこか？れ、ニコニコ生 YouTube？ 放送っていう仕組みでやってます。あれ、どこが映ってんだ、これ、こうか。こんな感じで。おっと。で、まあ、失礼なこと言う人もいるんで、あんまり、大きな音で ならないようにしてるんですけどね。おかみさん、おはようございますとか、おかみさんって言い方は、なんか新鮮な郵送してるん私で。の声がもう入ってるんですね、か？ここのマイクから全部流れてるんで。それでもうこういう ね会話になった。え。皆さん、こんにちは。失礼な、失礼な。いや、だってほら、皆さん言うじゃないですか。で、これ、向こうに向かって言ってるんですけどね。そう、紳士な人も多いけど、紳士じゃない人が少しでも混じってると、それでえらく空気悪くなるから。こんなにたくさんの 方がええ。見てるんですね。今は何人ぐらいなのかな、これ。多分50人以上、今現在だったら、100人近くいますね、多分。アクティブがこれ70ってことは、多分、グヘヘとか言ってる人いる。これって伏ええ。線でいくつもこれを同じようなことをしてる人とか、こういうこ中と、継をしええ、てはいっぱいいるんどでれすも見よ。てるっていうことですか？いや、どれか1個選んでみて、2つまで同時に見られるんですけどね。そうなんですか。ええ。これなんていうサイトで。ニコニコ生放送っていうサイトわで、かります？で、
ちゃんと。子供たちも好きなので。あ、そうなんですか。そうだから昨日あの無線 LAN とか使わせてもらって、すごくやりやすかったです。良かったです。で、あの自転車趣味のための仕事とは全然関係ない名刺を作ってるんですよ。趣味で、よかったらどれか一枚どうぞ。あ、わあ、嬉しい。選んでもいいですか。どうぞどうぞ。何がいいかな。これが北海道の礼文島で、はい、桃岩荘ってとこで。これ新潟？違う。これですか。これはどこですか。これは能登半島です。あ、水無月湾の、やっぱり水無月湾のニュースを捨てるっていうのがちょっと今もあるか分からないんですけど、はい、本当になんか隔絶された漁村みたいな湾があってですね、そこで見たのがそのシチュエーションもあって一番綺麗に感じたんですよ。自分で撮った写真ですか。そうです、新潟の夕日好きで、日本海側ですからね、いいですよね、あと礼文島で見た夕日もすごかったんですけどね、ライブ中継で、でも電池が続くまでっていうことですよね。そうです。だから宿泊まりすれば毎日できるんですけど、1日持つんですね。野宿したら 1.5 日分ぐらいなんで、途中で切れちゃいますね。で、あ、放送見てる人はこれ濡れない、放置してすいません。いや、濡れます。だから今これまだ降ってるな。降ってますね。飲み水を紹介してください。私は独身ですので。よっと。でもこういう趣味があれば楽しいですよね。こういう趣味を人に見せたいと思って、はい、こういう放送やってるんですよ、でこういう雨が降られたりするのもまあ込みで、カメラって映像はでもあれですよね、雨降ってるともう、そうですね、雨粒当たったりするともうすぐレンズが曇るんで、独身アピールアピールする。こういうふうにいちいちツッコミ入るんですよ。あとは本当にその今いるところっていうのを、はい、あの GPS とか使って見てる人が分かるようにしてあるんで、はい、あのどこが近道とか、あの近くに 雨宿りできる場所があるとか、そういうことは逆に教えてもらったりできるんですよ。動画あればもうあれですね、テレビいらないですよね。そうですね、私はもともとテレビ見なかったんで、ほとんど。でもニコ動は、でも最近はそのテレビの方よりこっちの方っていう人が増えてるみたいですね。面白いサイトですよね、まあ、本格的にはやってないんですけど、子供がやるから、ただまあユーザー生放送の方はいろいろ変なことやる人も多いんですけどね、はい、そうなんですか、あ、とかこんなこと放送上で言ったら問題あるな。そういうことやってる人にチクられるな。私もテレビそう見てない人多いんですよね。でこういうやつだったらあのテレビの演出とかあの、作りが全然ないんで、そういうとこは好きだって人もいますね。こだわ発言。ニコ動の中の 何ですか。ニコニコ生放送っていう中の、これはあの、ですね、あ、そうか、これ直にはないんですけど、ここから入ると生放送のページとか、あと YouTube にアップしてる昔の動画もあるんですよ、はい、昔というかあの今これ放送こっちで、こっちはあのビデオで撮ってて、でビデオの方は YouTube に後でアップロードしてるんですよ、はい、で そういうのをその台本なしの台本なしででこういうふうな YouTube にアップしてるのもあるんですよ、はい、これあの放送の時よりも画質がいいのを載せてるんですけどね、皆さんこんな風にあの人に見せられるようにいちいち私は iPhone に入れて持ち歩いてます。これができるようになったんですね、すごい。4年ぐらい前からやってるんですけど、その頃に初めてできることを知って、でずっとやってるんですよ。こんな個人投稿ってあれなんですね、こう長時間でやってるんですね、それが。そうですね、あの6時間ぶっ続けでできます。あ、まあ、その後もしかも生放送で、あ、ニコニコ生放送。そうです、ニコニコ動画の中にニコニコ生放送とか、あの写真とかのニコニコ成果とかいくつかカテゴリーがあって、でニコニコ生放送の中にも、そのニコニコ側がやってる公式の方と、あとユーザーが好き勝手やってる方があって、分かり方なんですね。バッテリーは、そう、バッテリー大事なので
そうですね、ありがとうございました。あ、ありがとうございます。そうだから昨日会った人にもこのことばっかり喋ってて、あ、そうなんですか、名刺渡しときました。面白いと思います。新しいこうものがどんどんできていくのが、おもちゃが増えるねっていう、うん、でこういう場所 の、 あの映像としても残せるんで、あ、はい、いずれそういうのは価値が出ると思って、あ、 YouTube に保存でしてるんですか、保存自分でも自分が保存になるんですか。あ、そうですね、放送は流しっぱなしなんですけど、はい、このビデオは残るのと、あと皆さんからこれもらってるコメントも全部残るん で、 そうですか。で後でこの映像とこのコメントと、はい、あとあのナビの地図も全部重ね合わせて映像にしてるんですよ。あ、それはどっかに自分で保存はしてるんですか。あのそれをあの YouTube に上げて、YouTube で保存っていう感じ。そうですね、保存は YouTube ですね。そういうことなんです、ね、放送はもうリアルタイムでこの時流すだけで、はい、1週間ぐらいはその有料会員だったら後から見たりできるんですけど、YouTube このすごいの嫌なの。ま、ちょっとまだ雨宿りしてます。はい、大丈夫です。私は新しい情報を恥ずかしい。あ、じゃあ、 あのこちらのホームページもたくさんが、あ、いや、私は何もしないです。あ、そうなんですか。マネージャーがやってます。あ、まあ、されてるんですね。はい、ブログはブログもこの人、そう、ブログは結構まめに更新されてますよね。アルバイトの子が、あの朝朝食を作ってくれた女の子が耳聞こえないんですけど、ああ、そういうの普通になんかやり取りしてるから気がつかなかった。得意なので、あのブログもコメントを入れてくれます。あのスーさんでしたっけ、はい、スーの人なんですか。はい、あ、ニックネームがスーなので。あのこちらの郵送してるあのブログがかなりまめに更新されてますよ。あの立科白樺高原郵送してるで検索したらすぐ出るんでとか言うと、はい、一瞬であの10秒か20秒ぐらいで見てる人いるんですよ、本当に。そうですか。スーさん、あのスー、ひらがなのうだったはずです、確か。あ、ひらがな、そうですね、ひらがな、カタカナでしたっけ。あのどっちもや使ってるかもしれないですけ ど、 ブログはどっちだろう。お、一瞬止まったってことはアクセスしてるな、多分。私ちょっと出かけなくちゃいけなくて、あ、はい、どっかで、まあ、前通りできるところがあればいいですね。お隣にお願いしましょうか。そうすれば、ね、座っていられるし。え、お隣っていうのは、あのスポーツ施設があるんです、お隣ね、あのマーガレットリフルクパークって言って、ああのテニスとかパターゴルフとかできる。この辺りの一帯のですよね。本当ね、ここだけですね。ここにパターゴルフと釣り堀とアーチェリーとテニスコート、なんかいっぱいあるんですよね。できるので、ここの施設はそこの管理棟で見てるんですけど、あ、でも多分もう少しあと10分20分、はい、ここであの雨宿りさせてもらえれば多分出られると思います。あ、そうですか。もし行けなければ隣にお願いしてきますので、そうすれば座って待てるので。 ありがとうございます、はい、そっちの施設の管理棟なんですか。してるので、じゃあユースであのユースから来ましたって言えば、あ、私も出てきますので、あ、もしあれだ、多分、まあ、あの出られるとは思うんですけど、もしかしたら、はい、ちょっと私も車ちょっと取って、ありがとうございます。あ、いかん、映る映る。ありがとうございます。というわけで皆さん放置してすいませんでした。よっと。延長、あ、延長、自動延長オンにしてたんですけど、なってないかな。あ、延長できてます、できてるけど、念のためあの接続し直して延長作業回避する努力をします。ちょっと待ってくださいね。一旦これで、お、接続時間かかってる。よし、来た。よし、これで延長作業、延長失敗作業回避できるはず。で、さっきまた回しが強くなってきてる。あのペアレントさんご夫婦の奥さんですね。で、あのアルバイトのスーさんはじゃあかなり長いのかな。そうで、なんかあの隣のスポーツ施設の管理棟に声かけて、
雨宿りができるようにしてくれるっていう話だったんで、かなり長い時間の雨宿りを想定されてるんだな。朝飯ですか、いいですよ。フォーカスを手前に持ってきて、そう、一妻が世の中に何人いると思ってるんだ。嫌い。でもまあ、ほとんど、もうすぐだと思うんで、ちょっと待ってください。ですね、朝食は、いらない。こんなの。しばらくなんか雨雲があちこちにあるんですよ、この辺り。で、ここは朝ごはん、ご飯とパン両方出て、で、両方取っちゃったんですよ。左から、パン、ヨーグルト、ご飯、真ん中のこれなんだ？で、コーヒー、で、目玉焼きで、右上に味噌汁もあるんですよ。美味しかったです。真ん中のなんだっけ？あ、納豆、そうそう、納豆だ。そう、全部取ってしまう、この、貧乏人と言ったらあれだけど、貧乏人的な差が、数が、という、あ、うん。ここは直営だから、ペアレントさんが契約で、やってるんじゃないかと思いますけどね。施設は確か直営じゃなかったっけ。うわー、降ってきた。やばいな、こりゃ。風と雨でちょっと今、えらいことになってる。わかりますかね、この雨の降ってる様子って。わかるかな。夕食もすごかったですね。ステーキと鍋ですよ。お。うん。あ、写真出てます。スーさん、髪染めてるんですよね、確か。確かって、まあ、目の前で見たからそうなんですけど。やばいな、こりゃ。とか、あ、やんだ。どうだろう。これで一旦やんだか。なんか、いや、今ここで十分雨宿りさせてもらってるんで。いや、でもやっぱ10年前来た時の玄関と違ってないかな、ここ。多分違うよな。で、なんて、ああ。あ、今の車の音です。昨日から今ですか。あ、明るくなってきた。ちょっと待ってください。雨かしら、もう一遍確認します。現在、9時30分ぐらいの雨雲。あ、抜けてきた。で、そっか、見えないか。なんとなくわかりますかね。青い点が現在地で、小さい三角なんですけど。現在地は、チェックアウトはここは何時だろう ?10 時かな ?9 時か10時だと思います。まあ、表、玄関にいる分には多分、そこはまずいんですけど、とは言われないと思うので。明るくなってきた、石くらい。何年前から、ですね、99年にマウンテンバイク買ったのが初めてなんで、14年ですね。14年間、この趣味ばっかりでございます。ばっかりっていうか、最近走ってないから、最近走ってない時は家でゲームしてるぐらいなんで、最近ちょっとなんか趣味に熱情があんまり注げてないんですよね。で、サイクル野郎ですか。サイクル野郎はですね、ゲームまたフラッシュゲームのですね、ポチポチやるやつばっかりやってます。クリーパーワールドとか。ですね、雨雲レーダー、もうすぐ雨雲抜けると思います。熱情。あ。こんな。自炊したのがあります。今のアプリは、雨かしらってアプリです。放送中です、今。これはですね、オークションで、本当に当時の、復刻版じゃないやつを買って、全部バラしてスキャンしたんです。チャリソー。よし。泣き虫ペダル、私読んだことないんですよ、ほぼ。あ、やんだ。よし、これでいけるか。昭和初期の絵柄、さっきの
初期の、だって本当に昭和初期だろうし、初期の前半かな、改善の見込み。でもここからしばらくは止んでる。よし、大阪から見たか、いや大阪では放送してないと思います。軽井沢では、そもそも軽井沢まで行けるかどうか。あ、蝶が私のそんなにうまいか。抜けましたね、今ですね、今一時的に。よし、そう、その間にとりあえず牧場を見て次の雨宿り場所まで行きます。やった、やった。あ、そうですか。あ、じゃあ、行きます。ありがとうございました。景色、もうすぐヘルメットちゃんと閉めて。ん？何の？見よった。軽井沢ですか。軽井沢がですね、でもまあどっちしろ中山道方向に、上田方向に抜けないと、あ、電車乗れないんで、電車か汽車か。よし、で今の人は横浜ナンバーの方なんですけど、道博のソロツーリングの人です。今日はヴィーナスラインに行くそうです。見えますか今のポーズ。じゃあ、よし、じゃあ行きましょうか。いや、でもないですよ。もう2人はご夫婦だったんですけど、旅行に来てた人、その人は埼玉の方らしいです。パイロン、やっと出発しました。じゃあちょっと女神港から見ていくか。あー、でもまだパラパラ来てるな。そう、なんとかこれで牧場にいる間でもまた降られそうだな。女神港はこの先じゃなかったっけ。コミュニケーション旅行中だけですね。普段はそんなにコミュニケーション人と取ってないです。コミュニケーションを取らない人間。あれ、本当にこっちは女神湖で会ってたっけ。あ、違う、こうじゃない。まあいいや、こっちから回り込んでいくか。ここの辺りはそうですね、女神湖っていう腎臓湖の、本当に腎臓湖で会ってたっけ、腎臓湖だと思うんだけど、の何の感じ。この辺りはリゾート地で、ただし最近はこの辺りもそれなりに落ち目っぽい話を聞きました。道博の人から。あんまりやっぱこの秘書に来てる人が多いであろう時期にあんまり人が来てないって言ってましたね。お、いらっしゃいませ。今サインがなんとかって、損得、あ、それありますね、その場限りで。あ、ちらちら、あ、ですか。湖見えないな。とりあえずこの後は無料のふれあい牧場に行ってアルパカとか見たいんですけどね。この雨だとどうだろう、動物話してあるかな。あ、そう、それ以前にこの配信しながら入っていいかも聞かなきゃいかんな。ごめん、GoPro 復活しました、なぜか。意味わからんですよ、GoPro の挙動。ビル・ゲイツ。よいしょ。アルパカ抱っこできないんじゃないかな。タイル。また降ってきた。パソコンが濡れるのが怖いな。私もなんかその方が贅沢感があって。どっから上がれる？あそこか。降ってます、だいぶ。よいしょ。人間できた。そうそう、いたことないとこに行くことに私は喜び感じてるんで。ウエストポーチ今日は得てないんですな。もうそもそも土日は晴れの予報だったろう、おかしいだろう。トンネル、あ、車でですかね。アルパカの、わあ、濡れる濡れる。
デジカメが濡れる。やばいやばい。このパソコン側が濡れるのが怖いんだよな。ウェブカメラは浸水してもまあなんとかなるけど。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。パンクは、このタイヤ特にパンクしにくいやつなんで。あちゃー。 RX100 は、ちょっと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 、ふれあいセンター、ふれあいセンター、ふれあいセンター、防水対策してないっす。これでアクティブが、安心。そうですね、パソコン壊れたらもうアウトだからな。しばらく来ないかと思ったら全然そんなことなかったですね。あれ9時40分の、あれまだ通過してなかった。ん、車ですか。いや、車はないです。人に乗せてもらってはあるけど。また次の雨がもう来てんのか、これ。今のところカメラ濡れてないですかね。だいたい雨粒が当たると大幅にあの視界が悪くなるはずなんですけどね。よっと。GoPro だいぶ濡れてるし、ウェブカメラもやっぱ濡れてますね。大河ドラマ。帰宅時間は、予定というか、どういうつもりかっていうと、横川駅に18時ぐらいに着いて、で、4時間鈍行列車乗って、自宅あたり22時ぐらいに着くつもりだったんですけどね。これは天気次第だけど、1時間、耳に、ふっていうのは、あのレンズの雨粒を吹き飛ばしたんですよね。いや、そのこと言わなくても分かるが、多分そうそう、レンズの、水、レンズに水がついた場合っていうのは、拭くよりも、あの吹き飛ばした方が綺麗に消えますからね。風も結構あるんですよね。ん？何雲？そう、雨宿り中です。でもあのボート、漕いでる人いる。すごい。根性だな。この雨風の中、削除ボートで湖を移動してる人がいる。まあ、あれ屋根ついてるからな。荒れてますね。いや、あんまり頑張りたくないです、今日は。でもありがとうございます。薄い峠越えしたかったんですけどね、この分だと、時間が遅くなるかな。だから、もしかしたら、もう佐久平あたりまで降りたら、そこから新幹線で行っちゃうかもしれないです。新幹線だとプラス2000円ぐらいかかるんですよね。じゃない、3000円近くかかるんだったっけ。ただ、新幹線で東京経由だと、私は東京近くに勤務してるんで、定期が使えて、マイナス1000円ぐらいなんですよ。そう、頑張らない、あんまり言ってるとなんかそれ自体しつこいって言われるんですけどね。ただ翌日に疲れをできるだけ残さないっていうポリシーで走ってるんで、というのもなんかおかしいような、考えてみたら。で、結婚されてるかどうかはご想像にお任せします。ご想像にお任せしますが、まあ見てりゃすぐ分かりますよね。タクシー輪行は、いや、本当に輪行しなきゃいけないっていう状態になったら、もう全部機材をこの完全防水バッグの中にしまい込んで、で、雨雲を上下全部着た上で、下っていきます。また少し弱くなってきたけど、どうかな。降るなぁ。今、雨雲の真ん中あたりだな。拭き掃除。絶対公開。なんか絶対っていうとなんかフラグっぽいな。絶対に何々しないっていうのは、その何々をするというフラグに聞こえてしまう。ん？何が雨の中で？そう、ディスクですね。そう、今は雨の中でも大丈夫という話、その前のディスクっていうのは記憶からすぐ飛んだんだけど。何が無理そう？スマホですか？
スマホ配信は映像がかなり落ちちゃったんで、あのパソコン使えるときはパソコンの方がいいなと思いました。で、今後スマホ、Android 配信はツーリングで野宿をした翌日の電池が心もとない日にやったりするかなってぐらいです。雨が、雨を着て歩いてる人いますね。結構の話で、いや特になんか話題するなっていうつもりはないんですけどね。佐野県アマゾン依存、私アマゾン依存ですね。アマゾン空箱のあの段ボールゴミが溜まっちゃって、なんですかって、アマゾンは倉庫ですよ。アマゾン倉庫、物流がめ、物流が本体だって意味なのかな。ポタリング行こうと思ったら雨降りそうで行けない。1人、今回の天気の悪さは本当予想外だったな。念のためにと思って雨具全部持ってきたけど、まあ良かったです、持ってきて。ただこの配信をどこで諦めるか、録画をどこで諦めるかっていうのにかかりますね。何声掛け、ゴアテックス、うわ高いですよ。私は半額セールで買いましたけど。今ミサイル半額セールと頭の中で風に合成されたな。下界、こっちから降りるとしたら一番早いのはやっぱり中央線、茅野とかのあっちの方ですかね。うん、1日これだったら1日走ってる意味あんまりないな。昨日も風がすごかったんですよ。音だけは台風みたいでした。立科さん、さん向こうの方かな。令和ですね。ね、あの万が一の時のためだけに高い雨具買うかっていうと、でも私はこの間この雨具をですね、あの青森県で、あの観測史上一番降ったあの五能線があちこちで崩れてしまった時にこの雨具大活躍しました。あとこの完全防水バッグ。石川の、石川の富士山、石川の富士山ってなんとか富士みたいな話かな。あ、いやあれか、ニコ生配信の話か。ニコ生配信で石川なんとかさんって人がやってるやつでしたっけ。あの辺りの話題するとまた何かに巻き込まれそうで怖いな。あの自転車配信が最近大手の人がやってるってんで、あの注目されちゃったりしましたからね。関わると大変そうだ。いや青森出身じゃないです。あ、そうそう、オルトリーブです。私青森、去年 初青森だったんですよ。去年の夏休みに青森走って箱根、あれ雨具棒の動きってこれでいいんだっけ。100均、あと一瞬で破れますね。あの前100均のレインコート、あのズボン使ったらですね、あのガードレールを、その歩いてる時にガードレールまたいだら尻が真っ二つに裂けました。その100均のレインコートのズボンので、それは配信ネタ的にとても美味しかったです。あの尻が真っ二つに裂けたやつの画像を写真撮ったりして。ニコ生のご意見は、そういうのも嫌です。乗りからもう一遍行きたいですね。もう行けるかな。そう、梅雨明けたはずなのに。よし、行けるかな。じゃあ、ふりあい牧場だ、次は。泥除けはですね、ある程度以上の雨だったらもう関係ない感じがしました。うん、持ってきます。ポンチョだったら泥除け必須ですね。何そう。富士山の、おお。使い捨てですよね。100円、だいぶ物取ったな。あれは次はツーリングだとしたら、いや予定は何も立てないです、いつも。いや汗かいて、まあ体温調整がちゃんとできれば。引っ越しですか、それも考えた方がいいですね。雨は今パラパラ降ってぐらいです。ふれあい牧場どっちだっけ。またの、
こっから左の方だっけ、ふれあい牧場。伊良湖岬って豊橋の先の方ですね。まずふれあい牧場、今ちょっと向きがよく分かんなくなってきた。左ですかね、ゴンドラがあるのは。まあとりあえず左に向かいます。で、あ、このソマビトのソマっていう字、こんなに単純な木に山って書いてある字なのに常用漢字の中にないんですよね、確か。で、振り仮名が振ってないと普通読めない。象形がなんて、ソマ口林道っていうのが大だるみ峠っていう山梨の峠に向かう道にあるのとこにあるんですけどね。うお、子羊さんたち。ソマ口、ソマでやったら変換できたっけ。おお、この雨の中をなんて物好きなと私が言う。あ、山があるだ、山がある。山がれだ山がれって今の JK だ JK っていうのと全然変わらんな。ソマ、行軍、雨の行軍、土塁ですね、土塁の皆様ですね。皆さんこれから山の中に歩いていくのかな。何フレア牧場、若い女性とのフレア牧場ですか。それちょっと恥ずかしいな。それは臆するな。ハイク、あ、ハイクじゃなくてハイクですね。ああ、どうだろう。確かに申し込んだ腹っていうのあるんだろうか。まあでもこれも思い出的にはかなり強烈になりますからね、この雨の中を。レインコート集団。気をつけます。雨ですかね、特に。あれ、フレア牧場こっちでいいのかな、本当に。あれ、ゴンドラがあるのこっちでいいんだっけ。新聞、なになに。お、いい感じのバス停が。ってバス停か、これ。これ農家の倉庫みたいな。ちょっと地図確認します。ん、おお、いい感じ。バス停かな、これ。もうバスこっちの方に来てるのかな。おお、なかなかいいですね。キャンプ地、本当にキャンプ地探してるんだったらこういうところはかなりいいですね。で、ダイナミックレンジを上げて写真を、よ、雨でも、いや、これ無理やりやってるだけです。あんまりこれやってると機材壊れます。なんか壊れないかな、どうかなっていう様子見しながら走ってる感じです。多分バス停じゃないですかね、これ。バス停だ。白樺線、小山ちゃん、鍵引き石。一日に、一方向2本と4本。4本といってもこれ土日だけだから、平日は片方向一日2本ですね。あとは繁忙期に増発があるみたいですけど、それも一日プラス2本ぐらいだな。で、ここのバス停、次にバスが来るのは11時半ですね。で、ちょっとフレア牧場どっちだったかっていうだけなんですけど、確認します。あ、初見さんいらっしゃいませ。でも長野の中でもここは標高が今1500のとこです。ちょっと待ってくださいね。あれ、
プレー牧場逆じゃないですか。右じゃないですか。戻る。風もちょっとありますね。逆、あ、また降ってきてるな。PC 大丈夫かな。逆方向じゃないですか、フレー牧場。といっても、あの行こうとしてる今日の一日のルートとしてはこっちなんですよね。インド人をハンドルを右に。多分あの今日の予定ルートを見てなんですよね、さっきのコメントは。あー、降ってる降ってる。あとあの今ズボンは雨具を履いてないから泥跳ねが。海パンで。そう、牧場にあのニューフェイスでアルパカがいるらしいです。あちゃ、これはもう厳しい。まあでもまだ凍えるような寒さじゃないのがいいです。まだあの初夏ぐらいの感じで雨濡れてもまだ耐えられる。で今ですね、ヘルメットのバイザーから雨がパタパタ落ちてきてるので、カメラの方かなり濡れてるんじゃないですかね。まともに見えてますか。あとある程度濡れ始めると今度は中が結露し始めます。抱いてほしいの人だ。大丈夫ですか。おお。それがアルパカ車が、あ、そう、しぶきをある程度振ってるとそうなりますね。特にはでかいトラックの若干そのなんか歩道、そうですね。あーですよね。でこれが中が曇り始めると結構大変です。あの精密ドライバー持ってきてたっけ。ウェブカメラ分解して水抜くための。うわー、軸はさっきの山ガールの中にいたかもしれない。あ、でも少し弱まってきた。そういえばなんで走る、自転車で淡路島です。淡路島、中で曇ってるのに関しての話は萩ですかね。山陰の方の山口県の萩。あれ山口だったっけ。山口だよ確か。今日は機材のダメージがちょっと心配です。で今 GoPro はハウジングに入れてあの給電なしで使ってるんで2時間ぐらいしたら切れてしまう。フォグランプ、あ、そうだ、2時間と言ったらもう1時間経ったか。世界チャンピオン軽井沢か、まだ遠いな。ん、何が何なのってにして、そうですね、途中であんまり降ってきたら諦めます。雨、あのシチュエーションとしては最悪なんですけど、あの逆に面白くなってきますよね、逆に。延長、ん？あ、延長またできてないかな。ちょっと待ってくださいよ、お待ちくださいよ。どっかどっか、プレー牧場ってここだよな。アルパカ放牧しています。まあいいや、ここでやるか。芯から素早い風景、スイフトシーナリー、よいしょ。ちょっとください、よいしょと。いや、もう延長はできるはずなんで、あ、延長処理できてるみたいです。多分残り時間31分と表示されてるんで今よし。フレア牧場はどう入れるんだこれ。うわー、降ってきた降ってきた。とりあえずそこの日差しの下にアルパカ。多分雨だったらどうですかね。雨でお休みとかあるかな。バカなのか。
このパカ野郎、盛況というか皆さん、なんだろう、雨宿りしてるのかな、車の人だと思うんだけど、うん、確かにそれを見たいな。じゃあここから入るのかな。そう、高原ホテル。あ、これで新宿の、へえ、これで今どんだけ降ってるか見えますよね。結構また降ってきました。見ている。どうしたもんか、どうしたもんやろか。じゃあ結構降ってるんですよ。10時の雨雲、あれまだ雨雲抜けてないな。あ、でもこれが抜けるとしばらくっていうか、これこの近くでもしかしたら発生してないか、雨雲。予報では10時10分過ぎにはもうでかい雨雲抜けるはずなんですよ。あれ、牧場入り口ここじゃないですよね、ふれあい牧場。このバスはどこ行きなんだろう。名古屋バス、名古屋兄ちゃん本当ですね。予報信じてきたんだろうすな、みんな。金曜時点の予報を、あ、そう、細かく雨かしらってアプリです。本当はですね、本当はあの X バンドっていうやつが実際に降ってるところの、あのエリアが出るんで便利なんですけど、このあたりはあの X バンドのサービスというか、あれエリアじゃないみたいなんです。 X バンドのそのエリア選択の中にこのあたり出てこない。新潟とか中部とか関東はよし、それを聞けば少しは救われる。朝ごはんいただきました。美味しかったです。あのパン食とご飯食が両方提供されて両方とも食ってしまうっていうバイキング形式だったんで、あ、バイキングとはちょっと違うか。ちょっと今ヘルメットの被り直しをしてます。雪中というか 両方でしたね。もうちょいだな、もうちょい。アルパカ多分こっちの方にいると思うんですよね。食いしん坊といったらバンザイって、あの番組いつのだっけ、なんちゅう、ビュッフェ、パフじゃない、塗装いやしてないです。1ヶ月ちょいぐらい前に買ったあのマウンテンバイクです。臭く、いや、わかんないですけど、そうなんですか。ヘッドテラス、動けない。あ、すいません、いらっしゃいませ。ですね、まだそんなに寒いってほどじゃないですけど、まあ全然暑くはないです。雨さえ降ってなければ相当気持ちいい気温のはず。アルパカバス、ガラスの天井に雨粒が当たってじわじわ流れてるの見えますかね。そこまでは降らないかな。アルパカ肉どうなんですかね。鹿ステーキはうまかったけど、なかなか茶道ですか。明日は休めたっけ。明日は、いや、無理やり休めば休めるかな。いや、休まないですけどね。いや、休めないか。急ぎの話があるからまずいな。だいたい仕事のこと本当に忘れるからな、家に帰ったら。で、もうちょい待ってください。もう少し小ぶりになったらアルパカ見に行きます。前の自転車はあの家の前に置いてます。玄関脇に。いや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 、結構なスピードで雨雲抜けてってるんですよね。現在が
現在がこの辺りか。今ちょうど一番強いところが抜けていってるところで、で5分10分ぐらいですね。前の前がパナソニックで、その後あのビアンキのクロスバイクに1年間乗ってたんですけど、やっぱフロントサス欲しいなと思って。軽井沢はいや一応予定ではですね、もうちょっと行きたかったんですよ。あの薄い峠も越えればすぐに下っていけるんで、でもこの分だと時間厳しいな。アベノミクス、いやアベじゃない、アベだ、元は人の名前なんだから。 AVE っていう表あの発音する必要ないですね。 ABE なんだから。ん、アヘッド交換。ロードバイクですか。私はマウンテンバイクはですね、アヘッドは交換してないけど、このスペーサーを下から 上に移してもらいました。このマウンテンバイクですね、基本的にこのサドルとハンドルの間が結構近くて、でしかもハンドルが高いんで、おそらくあのダウンヒルとかクロスカントリーの前提の、フレームなんだっけ、ジオメトリーだと思うんですよ。ジオメトリー、そうジオメトリーなので、あのツーリング姿勢だともうちょっと近すぎるんですよね、ハンドルが。だからあのできる限りあのサドルはレールが許す限り後ろにずらして、でハンドルもあのスペーサーを上に持っていってハンドル自体下げて長時間、いや今のところは問題ない感じですね。あのこのサドルが全く違和感なかったのが良かったです。前のサドルずいぶん使ってましたから。そう、雨が、あ止んできたか、止んできた、よしアルパカ見に行こう。そう降ってるんです、結構金曜日時点の予報と全然違うじゃないか。フレームが、あーでもこれは身長リファレンス身長的には合ってるはずなんですよ。これはメリダのクロスバイク、クロスバイクマウンテンバイクです。フレームの角度、スローピング、そうなんですよ、スローピングきついのも私はなんかいまいち。この先アルパカ放牧しています。アルパカすごく押してるな。他の動物はどうなるんだ一体、立場は。あそこですかね、あそこにはアルパカって書いてある。アルパカ押しすぎだろう。他の動物のことも考えてあげてくださいよ。ダウンヒル、今日はダウンヒルはですね、かすかに向こうに登ってからですね、今からまずアルパカ見て、その後予定ルートに沿って走ります。アルパカ自転車がどこ置いてたらいいか。でも置く場所ないよな。でも屋根のあるところに入れたいから、あそこまで持っていこう。アルパカこの先100メートル、そんなメートル単位でアルパカ固定されてんのか。あれ見られたい、ちょっとここに自転車置いときましょうかね。 OK。 羊、なんかイメージとしては羊っぽいですよね。おはようございます。じゃあ忘れないようにポタファイ持って、100メートル先地点にアルパカ固定されてるらしいんで、ギャートルズのでかい、あのギャートルズの肉はなんていう名前だったっけ。一般的には原始肉でしたっけ、マンガ肉。よし、マンガ肉ですかね、あれは。よっと、じゃあちょっとできるだけここに入れといて、こんな感じかな。ギャートルズ肉、あ、そうそう、ありますね、確か。アルパカに、これ順路が変だな、道がない。アルパカはなんか柵というか、あのここから先は明らかにその牧場の敷地ですみたいな、あとなんか係の人がいるような状態だったら一旦あのこれやっていいですかっていうのを聞いてから入ります。ダメだったら、ダメだったら放送切るかな一旦。してもらう。100メートル先のアルパカどこ？
あ、なんか顔出してるやつがいるけど、あれアルパカじゃないよな。向こうにですね、ヤギっぽいのがヤギっぽいのがあの建物の中から外の様子見てる。あれはあれですね、牧場、牧草ロールですね。あ、あのリンゴのやつ結構うまいな。あの 牛のタイプはよく見るけど、左手のあのリンゴのやつはちゃんと赤く塗ってある。キャッキャウフフですね、キャッキャウフフ。え、ヤギさんが、ヤギさんが。まただよ。そこまでなんかあの、そこまで言うことか。雨？ちょっと降ってます。ざっと降ったり。ダメだと言われたら仕方ありませんね。ヨーコートッパです。そこら辺に置いて私だけ見てきます。羊広場。外やつですよね。アルパカのシャワーシーンが見れると聞いて。あ、あそこ羊が顔出してる。期待させるね。アルパカさんだったん。アルパカと。羊もやっぱ出たくないんだ。アルパカなんだよ。じゃあちょっとあのカップルの人たちがアルパカ見に行くので、私は先に羊見てきます。何回見たあるの？というどうなんでしょうね。アルパカをバカにするな。ニコニコ教会。羊がですね、クソ雨かっていう顔してるのがなかなかいい。あ。こっちが近づいてきたら出てきてしまうか。ぜひそのなんか雨で憂鬱っていう感じのままいてほしいんだけど、先に押さえて写真撮っとこう。止めに、やった。共にできるか。お、こんにちは。ちょっと足元が草むらで濡れる濡れる。アルパカ、ほらこの状態。アルパカ見吠えられますか。いい感じだ。あ、めーって鳴いた。おお。ヤギどうですかね。あと建物の中で雨だから外に出たくねえって感じ見えますか。いい感じだ、すごくいい感じだ。聞こえましたよね、めーって。あの途中になんかあの音がないところが入ってる、あのなんて言ったらいいんだろう、あれ。あ、中に入ってた。まためいてた。なんでそんなあのセリフ読むみたいなめいなんだ。あ、見えます。で、顔出してるやつは吹っ込んじゃいましたね。あー、でも今中暗いから見えてないか、あれ。違う。すっごい楽だ。その考え方が。お、出てきた。むっくらしてる、むっくらしてる。で、皆さんにこれ見えてないか、暗すぎて。わかりますかね。ちょっとだけ無理やり明るくしてみましょうか。こういう。うわ、こんな、これで見えるかな。尻が見えてますか。尻見えてますよね。尻、なぜ今この状態で尻なんだ。尻、あれはなんか子供ってことじゃないけど中ぐらいの羊です。可愛いです。え、あの建物の中をに焦点合わせてるんですけどね、明るさ的に。わかりにくいかな、逆に。じゃあこれで。何が違う。頭隠して尻隠さ、あ、見えました。あ、結構映るんだな。白すぎ。すいません、中見えてないと思ったもんね。なんか白いよ。お、すっかりやんだ。さっきのあの雨雲レーダー通りの天気だ。じゃあ羊バイバイ。アルパカ呼んでくれ。内臓まで見えた。今日は泊まえり。今日あの帰りです。やっぱりなんかあの柱のとこで体あの擦りつけてますね。痒いのか。やっぱり尻擦りつけてる。痒いのか。そうそう、雨雲レーダー通りですね。完成か。早めの昼食
かゆそうだな。かいの、かいの、ドキしすぎ。あ、結構家族連れの人もいたりするな。放送これは厳しいな。ウサギもいますね、ウサギ。もうちょっと待つか。もうちょっと、あ、でも、表出てきてるやつがいるから、あれ見よう。本命だ、アルパカ。どこにいるアルパカいるかな？見えないですけど。よっと、あ、止まったように、牧場自体はそんなに大きくないだな。レッド違う天気。天気予報は、なんかこの辺り一体広いせいか、山とそのふもとので違うせいか、全然天気予報当たってないんですよね。おはようございます。子供たちがウサギで遊んでる。いや、ウサギと遊んでるって言った方が、響きがいいな。ウサギで遊んでるって言うと、生々しいじゃないか。これがアルパカ牧場みたいなんですけどね、牧場というか。あ、他の家族連れも来た、やばい。じゃあ音量下げて家族連れが映らないように無理やりさっと見てくるか。読み上げ下げて。ちょっとまともに応答できなくなりますけど。アルパカ、まずこれがポニーですね。あれ、左がロバか。右がポニーですよね。左はロバかな、あの頭のでっかさとか。アルパカさんどこだろう。あ、やっぱりロバとポニーだった、合ってた、合った。ポーリーとアポロ仲良くしてね。で、アルパカのキナちゃんとクラちゃん。キナちゃんとクラちゃんってどういう名前なんだろう。で、アルパカは、あ、いた。いるいるいる。撮影成功。外でやるんだね。下顎を左右にずらしながら噛み方。こっちがキナさんだっけ。アルパカ、アルパカ。でも 逆光ですね。あと匂いは結構するもんなんだな、アルパカって。これ、この牧場的な建物の中だからか。なかなかの匂いですね。モフ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 。うわ、目がつ、むちゃくちゃ目がつぶらですね。皆さんに見えるかな、この状態で。ミラバ結晶。こっちはキナちゃんじゃなかったですかね。クラちゃんの方が色黒い方じゃなかったっけ。プードル狩り。匂いがですね、意外となんか何の匂いだろうな、これ。かすかに刺激臭な感じ。ソフラー。この状態だと触っちゃまずいんじゃないかな。反芻している。あ。アルパカってどんな動物？やっぱラクダ系なんですね。で、アルパカって人懐っこいの、怖がりです。アルパカって噛みつくの？噛み切ることができません。牙がないです。で、これは多分数年前の、まだ子供状態だった時のこのお二人ですね。歩み。で、やっぱりあの後ろ姿だよな、後ろ姿。あの、先細りのあのシルエットですよね、アルパカといったら。あの感じ。こうやって見たら、キウイみたいでもあるな。あ、GoPro 止まった。で、アルパカ反応した。あ、GoPro もう終わってしまった。電池切れた。後で復活させよう。昔は、ああ、こっちの方が白かったのかな。いや、もしかして違うのか、あれ。違うとこのアルパカがあれば。同じじゃないかもしれないです。GoPro 止まりました。キウイ、初見されちゃいません。あ、
こっち見た、あの倉さんの方だっけ。で、つま先はあれなんですね、あの2本爪なんですね。1時間半、 GoPro 意外と電池持たないんですよ。9時スタートだったから本当で1時間半経ってない。2時間持つはずじゃなかったんか。スマートバスでしたかね。で、ウサギの方はまだ子供たちが見てるな。リープウェイ、ロープウェイ、飛ばされてる。特に注意書きには書いてなかったですね。うん、あのウェブカメラヘルメットにくっつけて歩いてます。でもこの格好はいずれあのスタンダードになりますから、当たり前になりますから。むちゃくちゃ食いますね。でも詰め割れてますね。偶定目、偶定目じゃないやつは規定目なんでしたっけ。偶数だから偶定目、偶数の爪の数だから違うかな。グーグルのメガネ。モフモフだな。本当羊ですね。あの毛の感じが。パパパ、私がこれやってるから皆さん来てないのかも。こっち見てる。クラさんかな。あの目の上の毛が、あの老人の眉毛みたいですね。あと鼻がピクピク動いてる。というわけで、豚は今のところ空いてるな。豚見よう。やったこれが なんとか豚。あ、ブイって言った、ブイって言った。クラさんなんか元気なかったですね。あの黒いところはなんか毛の生え方は違うな。なんか黒い部分が白い縁取りになってる。ブイって言いますよ、ブイって。今聞こえました？とか変な鳴き方しましたよ。豚そんな鳴き方するんだ。ウサギの模様。今なんかえらい可愛い鳴き方しましたね。ヘリコブタ。沖縄の方にあの本当に食用の豚いっぱい飼われてましたね。あとくちゃ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 言わせてるな。このくちゃくちゃ言ってるの聞こえますかね。意外とくちゃら聞こえるかな。あ、そうだ、あのマイク近づけてみよう。聞こえますか。鼻出してる、鼻出してる。意外とくちゃくちゃ鳴らしてますね。ちょっと待って、よし、かわいいな。これ何豚って言うんだろう。どういうことですか。こう無料です。特にあの入り口みたいなのもなくて、そのまま入れます。意外とくちゃくちゃ鳴らしてる。そう、今一瞬ちょっと食われるかなと思ったんですけどね。あ、こすってるこすってる。やっぱりかゆいのか。やはりかゆいか。このガシガシ聞こえる。痛くないのか、そこまでやって。そうそう、尻尾なんであんなに振るんですかね。あ、あれだ、確かあの虫を払うためだ。尻尾振りますのは。みんな基本的に痒いんですね。おお、かわいいな。これって大人なんですかね。子供だとこのサイズなのか、大人でもこのサイズなのか。あとこうやってたてがみ見るとあのイノシシっぽいな。豚は、あ、まだ出てる。長い。
が出てる。出た状態で泣き始めた。どんだけ尿入ってるの、あの体の中に。すごく長かったですね。違うな。やっぱりあのフェロモン的な匂いがするからなんですかね、寄ってきたのは。あ、中に入った。中に入って牧草の上で寝るのか、寝るのかって皆さん見えないですかね、暗い中の黒い豚だし。あ、食ってるだけか。お、サギがいた。私はさすがに中に入ってどうこうっていうのが子供向けだろうから一応外からやりますけど。うわー、ちっちゃい。ってほどでもないか、ウサギとしてはでかい方かな。なんでこんなに目つぶらなんだろうな。今20度ないぐらいだと思います。長かったですね。あと向こうのウサギと随分えらくは向こうはモサモサしてる。ウサギ、これって子供たちが触れていいってことは、あの結構後ろ足だよね今。泥跳ねっていうか、あの水跳ねが、そこはなんか手の手入れしてますね。手先のラビッツきてフラ。人工芝ですね、確かに。でも人工芝はあんまり行きないみたいだな。あの木の板の上とか、この土管というかコンクリートの上にいますね。うん、やっぱウサギ基本的に可愛いな見せ方。いや、子供たちが中に入って、あれ、これ中に入れるのか。まあいいや。ウサギって肉球そうでしたっけ。あとウサギは結構あの食われてますよね、昔から人間に。あの SF の話は SF 関係ないけど、小説の中でもウサギの肉の話は何度か見たことあります。人間以上とか。今日ないのか、うん、じゃあこのままですかね。あのまだ降ってないうちに。ああ、こっちのウサギは白黒のまた可愛いやつがいる。あ、アルパカ表出てきてる。あ、黒い方がキナちゃんだったか。あと白いアルパカじゃなかったですね、やっぱり。さっきの写真別のとこのアルパカだ。うん、基本的にですよね。前で。まあでもそれが真実ですから。アルパカ見てる。え、すぐ読む？あ、SF か、そう。私人間以上好きなんですよ。アルパカの本当に人間の髪の毛に似てるよな。頭の上のとこもさっとしてますからね。あら、もう行っちゃった。これが貝刃桶ってやつか。貝刃桶。鳥類、あ、そうそう。あの獣肉食っちゃいけないっていうルールを逃れるためにあれは鳥だってことにしたんでしたよね。あ、アブだ。アブ。そうそう、1話2話なんですよね。そんなんであの後世の人たちが数えにくくなるようなことやめてほしいです。とっとと元に戻せよ、引きに。まあでも知らなかったら普通引きって読みますよね。鹿児島では豚、そうですね、あの黒豚有名ですよね、あっちの方。よし、やんでる。今のうちにもう下りに入りたいな。今のは何やぶかな。結構あの家畜とかを刺すやつじゃないですかね。小さいやつとは違うかな。と人間に来るやつも結構いるんで、アブは。いい話。すいません。でもなんかそういう可愛いとだけ言い続けてると、なんか私は恥ずかしい気持ちがあって、
豚とか牛見て可愛いと思っても、これ人間食うんだよなという、人間というか自分が食うんだよなという真実とも、なんか折り合わせないと納得いかないんですよ。だから食うし可愛いという両方の気持ちをちゃんと両立させたい。ちなみに猫は可愛い、あまりにも可愛いから、ちょっとそんなに可愛いと思う自分がおかしいと思ってるんで、猫は可愛いが可愛すぎてちょっと納得いかないです。あんな無条件に可愛いのいくらなんでもおかしい。絶対なんかある。猫はなんかある。可愛いから。猫ってあれ、肉としては、いや、その話すると猫好きな人に本当に嫌われそうだからやめとくか。でも三味線とかありますからね、猫利用として。そう、なんか欺瞞な気がして、あえてわざわざ言わなくてもいいとは思うんですけど、個人的にはなんかそれも一緒に考えたい。なんか私はこういう旗から見て自分はどうかってことばっかり気にしてしまうんで。で、このゴンドラが確かですね、往復1000円だったと思います。で、山の上までずっとつながってるんですけど、途中違う、確か山頂駅って実は私昨日通ってきてるんですよ。これ山頂駅のからさらに行くと大河原峠なんですよね。だから私は昨日下ってくる途中にこれの頂上駅を通過してきてる。石のお金、これサザンシーっぽいですね、湘南海岸の。みんな逃げてるように、まあねえ、じゃあちょっと待ってください。まず雨雲確認。ノロこれですか。いや、昨日通ってきたとこまでこれで有料で登るのはなんか納得いかん。しばらく雨雲、まあね、しばらく雨雲来ないか。いや、読み込めてない。これから1時間後にまた少し雨雲通過しますね。まあでも GoPro 充電も兼ねて一旦いつもの状態に戻そう。立ち見、そんなにアルパカで、そんなにアルパカ見たいか貴様ら。じゃあちょっと GoPro、 昨日の登坂はゴンドラが、ちょっとちゃんとすいません、今聞こえませんでした。じゃあ GoPro をまず頭から外して、ああ、命綱がついたものだったが、クククク、ウィリーが、そう、今のアルパカの後半から取れてないです。ちょっと待ってください。ダメだ、ヘルメット外さなきゃやっぱダメだ。よいしょ。ちょっと今これ GoPro を頭から取り外すときに、このストラップでこの命綱をつけてるんですよ。これが見ながらじゃないと外せない。もう一度、そう、 GoPro 本体はこのハウジングってこのケースに入れてるとむちゃくちゃ頑丈なんですよ。ただむき出しだとレンズは弱いんですよね。で、落としたこと、GoPro 2は一遍落としましたね。でも奇跡的に大丈夫だった。 GoPro 2はあれ、レンズがむき出しな上に出っ張ってて、落ちる面によってはもろにレンズが地面に接触するんで、これはもう死んだかなと思ったんですけど、たまたま大丈夫でした。あれ、レンズに傷がついた人はもうおしまいですからね。で、今の GoPro 3はこのレンズの周りがほんのちょっと盛り上がってて、でもやっぱりレンズ出っ張ってるな。海外通販で。いや、でもこの GoPro 3はヨドバシの通販で買いましたよ。ヨドバシ通販で扱ってました。しかも、ちょっとどっかにこれ置かなきゃダメだな。これは濡れてないな。よし、あと60キロぐらい、ここまで1キロぐらい走りました今日1日で、秋1でこれまでに残り60キロぐらい。設計段階、もうちょっとこれレンズの周り、守ってほしいですね。本体だけの状態でも60キロ、まあ下りが多いんで、でももう時間だいぶ経っちゃったからな。あと雨宿りしながらだから、今止んでます。
これから1時間以内にまた小さい雨雲が来るみたいで、でこれは GoPro マウント、ちょっと待ってよ、こう押して前に持ってきて、よし、そうブラックエディション、3万円台だったかな、買った時は。でこれはかなり今のところ撮影しまくってるんで、一眼レフな、生身ってこれなしでカバーで、この本体とカバーだと確かカバーの方が重いんじゃなかったっけ、ほとんど近いぐらいの重量があるんですよ、この周りのカバーに。でちょっと待ってくださいね、これで、で頭の上に取り付けます。皆さんから見えませんが、つけ、輪ゴムで固定してます。だから毎回これ劣化するんで、輪ゴムは毎回取り替えです。まあ輪ゴムなんていくらでも、お金的には。で、これはフィッシュアイレンズ的にはですね、170度とかいう画角があるんですけど、動画見てて慣れてくると全然気にならないですね。あー、またパラパラ来た、勘弁してくれ。でこうして、でこうしてて皆さん見えないですね。 GoPro に USB ケーブルつないで、で給電開始、給電開始、開始。いや雨ではハウジングなしだと使えないです基本的に。シャバドゥビダチェンシン、これで給電、あれ行ってない、あ、また充電できないパターンか、ん、あれおかしい、おかしい、なんで、あ、ネイキッドフレームですね、よっと。さっきまで GoPro 一旦切れてたんですよ、よし。あー、またでもパラパラ来たな。 GoPro を雨ざらしするのはさすがに厳しいんですよね。でこの GoPro 3万以上するから、ダメにするにはあまりにもちょっと厳しい。よし、じゃあ GoPro にして、今 USB から充電してる状態です。お、初見さんいらっしゃいます、セット、よし、ん、カップルに。でですね、ここでちょっと音声録音の方も、これって GoPro 映像に合わせるためように、 GoPro 本体のマイクろくな音しないんで、つけばいいよ、うわ、録音停止して、で、GoPro と同時にスタートして、で音合わせと時計合わせ、神頼み、10時37分44、5、6、7、8、9、50。これ今 GoPro の映像をその GPS とかと合わせるためです。毎回言ってますけどね。じゃあ行きますか。これ以上降らないといいけどな。あ、あと、アプリ、あの普通の時計のアプリです。なんて名前だったかな、ちょっと待ってください、よいしょ、じゃあ行きますか。あ、そうだ、 GoPro スタートさせたっていう記録もデジカメで残しとこう。15秒、GPS って今ここですか。あ、さっき今ここ自転車から離れたから iPhone4、 この中の iPhone4 で今ここ出せてないか、ちょっと今ここ出し直しますね。映像難しいってことでもないです、ただそれがないと合わせにくいんですごく。ん、何ですねって、ちょっと待ってください、今ここを一旦切って、でかいパフェ、でかいパフェか、
私あの大量に出てくる料理系はあまり得意じゃないですよね。あ、ちょっとあと少し日が出てきて暑くなってきたから上着は脱いとこう。 RX100 にしました。これ本当に細かく映りますね。今までのこのサイズのコンパクトデジカメっていうやつだとここまでは。 YouTube ならそこまで見ますか。YouTube のやつって普通の映像たちが編集してなく、基本的にはあの全時間あるからずっと見てるのはいくらなんでも厳しいと思うんですよね。だからインデックスを元にハイライトだけ見ていただければ。で、雨具をこの中にいたしまい込んで、こういうことやると大体すぐ降るんですよね。全時間嘘。うん。再生数ですね、どうだっけ、一個一個の動画で言うとえらい少ないですよ。ですね、全期間通して何百とかそんな感じですね。だから1日に数回ぐらいですよ、見られてるのは。多分1日100もないですね、全然。よっと、だから作業用としてはそうですね。あ、日が出てるってことは虹出てないか、出てないか。まあ、いや、クリック特にしなくていいんですけどね。別に私はそれで得しないんで。あ、まあでも見られてるっていう BGM か。カウント、いや、されますよ、確か。あの、最近はですね、再生回数と再生時間っていうのが出るようになりました。あの、分析、あの、自分の動画の管理のその分析ページで。どっち行くかっていうと、そうだ、私よく考えたら GPS の中に今日のルート入れてないんだ。 iPhone で今ここ見よう。マイページルートラボ、ちょっと待ってくださいね。切ない、ログ、あー、めんどくさいなこれ。ルートラボ、なんで切れるんだろうな。ん、ここは女神湖湖畔、長野県の何したっけ、ちょっと待ってください。パスワードなんだっけ、確かこうだ。ちょっと iPhone であのルートラボの自分のページを見ながら今後進んでいこうと思うので、宿にいるうちに入れときゃよかったな、このぐらい。もう10時40分か。しまった、今日日焼け止め塗ってないや。どっかで塗るかな。ちょっとお待ちください。一旦県道に乗ってしまえばもういいんですけど、確かこっちにただまっすぐ行くだけでよかったと思うんですよ。でも念のため、遅すぎる。走りながら読ませとこう。言われてたら急に眩しいな。青空だ。さっきのバス停のとこで、地図転送が、地図転送できないか、配信中だったらできない。あとこれはなんか、今、何かが止まってるな。ネットワークはつながってて、どうしたどうした。1人プレミアム1人が登録しました。なんで切れてた今。
人だった。引かれたか。アルパカにオスです。道路で立ち止まってるから。終わった。プライムサーバーエラーだ。プレミアム1人がコミュニティを登録しました。アルパカって最近だよね。巨大なアブにやられたのか。初号人さっきの観光バスか。映像も音声も来てないです。惜しい人。そんなこともあるパカ。上り速度160、50、140、300。 FMLE がプライマリーサーバーエラーです。ダメです。あと今ネットワークは一時的に止まってたみたいです。すいません。ここから先は通常配信です。通常配信ですってこのぐらい聞こえてるかな。 FMLE が使えなくなりました。後で何度かFMLE 復活させようとは試みてはみますけど、多分ダメです。この予約枠の中では。せっかく止んでるんだけどなぁ。この後また、いそうな感じが。ちゃんとなってるのに、あ、読み上げができてないのか。なるほど、なるほどってなんで。まず切り分け、デバイスをパソコン本体に変更して、あ、ボヤミちゃんがハングしてる。さっきのボヤミちゃん。ぶっ殺して再起動にお待ちください。なかなか死なない。あとカーって出てきましたね。血がこれ今日焼け止めに乗っていきます。あれ A 止まってる。転送速度的にはいってそうですけどね。そう、今カップル登山者の人が、あ、来た。やっぱりボヤミちゃんの外の問題か。これでいいですね。でもなんか音が小さくなった。うん。じゃあちょっと日焼け止め塗りますんで、お待ちを。あ、でもいや、特に、そうでもないようです。あれ、おとなしい？あー、なるほど。わかったわかった。これも問題か。ということは、ああ、なんでこんなに止まってるな。
と、これをつなぎ直して、これで、こうして、まず、録音の方かな。よっ。こうして、で、録音しといて、それで、こう、あ、これで入りましたかね。多分物理的になんか一瞬切断されてしまって、それに伴ってアプリが全滅したんじゃないかなと思います。で、読み上げなくなったな。ちょっとお待ちを。音声出力先を、またボエミちゃん死んだよ。やっぱり、USB 抜くとボエミちゃんが、USB オーディオデバイスを抜くとボエミちゃんが死ぬんだ。すいません、また切れます。ちょっとお待ちください。いや、切れないか。切れません。大丈夫です。切れないからお待ちください。多分、どっかこの辺りが切れて、そのせいでアプリが全部死んだんですね。ボエミちゃん再起動。今、録音の方もできなくなってたんで、GoPro の方の、これでどうだ？出力先デバイスは USB で、ボエミちゃんテスト。ならない。飽きた。これでいいかな。画像も、ちょっとこれ FMLE が今使えなくなっちゃったんで、なぜか。じゃあ、ちょっともう一遍だけ FMLE チャレンジするんで、お待ちください。にしてみます。切り替えテスト、ちょっとお待ちを。ダメですね。FMLE ダメですね。FMLE ダメ。すいません。これ別の枠にならない限り、多分カクカクのままです。申し訳ないです。まあでもこの状態だと若干電波弱いところにも強いんで、ちょっと日焼け止め。GoPro は昨日の峠が取れてたのが悔しいような、本当に。でも今日の峠こんな感じだと、ろくなことになってなさそう。じゃあカメラちょっとそこに置いて、私が日焼け止め塗るのを見ててください。よいしょ。全然コメント聞こえてないです。結構車通りますね、この道は。この
というわけで、42歳男性が日焼け止めを塗る放送は終了です。よし。またいつまでやんでくれてるかな。おはようございます。そう、手の甲はですね、ここ、グローブのこの穴、ここから焼けます。そう、どんだけ需要があるのかってねえよ。紫外線、一気に焼けると痛いんですよね。天気はですね、降ったり止んだりです。この建物なかなか面白いですね。この藁の先から雨粒がポタポタ落ちてるのもいいな。この手の甲のこのとこだけ黒い点ができるんですよ。で、なんか読み上げが小さくなったな。うん、あ、熱い。日焼け止めが、あ、日焼け跡があるんですよね。やった。だから手の甲は基本的に隠れるんですけど、ここだけ少し日焼け止めを塗り広げてます。でもこれも多分一瞬だと、あれはカヤとワラってどっちがしたっけ、植物の違い、焼けますよねこれ。うん、おっさん、へえ、そうなんですか、方言で。あ、そうだ。あと、走って高校は確かこれまっすぐでいいはずなんですけど、念のため、通勤、いやー、ダメなんですよ、最近。昔は、そうだったんですけど、職場変わっちゃって、現在地は、うん、もうずーっとこれまっすぐですね。え、本当にここでいいか？ここで、いいよな。そう、いや、なんか違う。なんか位置がずれてるけど、まあいいか、大丈夫か。転職、いや、職場が変わっただけです。同じ会社で。そう、通勤電車で1時間です。